今から30年くらい前のことなんですが、嫁が短大時代に友人と、あの世はあるのか、なんて話していたとき、もしもあの世があったら、先に行った方が、その合図を送ろうって約束をしてたそうなんですね。その合図っていうのは、足の裏をこちょこちょする、という軽い約束でした。お互い就職、結婚、子育てに追われて疎遠になって、あれから30年ですね。とある晩、横で寝ている嫁が突然悲鳴を上げて飛び起きたんです。どうしたんだと事情を聞いてみると、寝ていたら足の裏を急にこちょこちょされて、びっくりして飛び起きたとのことです。数日後、嫁が前日の学生時代の軽い約束を思い出して、まだ繋がっている当時の短大時代の同級生に連絡を取ってみたんです。すると、その友人は半年前にすでに亡くなっていたそうですよ。あの世って本当にあるんでしょうかね。